で始まりました、わちゃチャンネルさあ、今回は松原さんにおいでいただきまして、はい、今回また、お知らせがあるということで、お知らせは一体何なんですかい？はい、まずダイエット終わりました。はい、まあそれはそれもだいぶ終わってますけど、やっぱり勉強も短期間で成果を上げることは大事ですし、あとは長期的に取り組んでより安定させることが大事だと、いうことは僕はダイエットで改めて感じました。お、そうだったんですね、はい、トイックについては別動画でちょっと真相を話しますのでぜひ見ていただければと、かわいが頑張っております。はい、そうでございます。そんな中ですね、ベーシスの方でですね、まあ返金プロジェクトやったじゃないですか。やりました、でそれどうだったのかっていうのと、今後いろんなね、そのプロジェクトやっていくのかっていうのをちょっとお知らせいただければと思うんですが、まあ、実際、英語8割いかなかったら返金ってやつですよね。途中で挫折したり言うこと聞かなかったりしたらダメだっていうので、まあ、面接も僕が全部した上で6名が申し込みいただきました。うち2名は途中でちょっと、まあ、継続できなくなって離脱されました。5人が受けたってことですね。4人受けました、4人が共通テスト受験しました、その結果、8割いかなかったのは、1名でした。お、ということは4分の3は8割いったわけですね。いきました。やっぱ森田先生のカリキュラムすごいなと。これリーディングだったんですけど、80、85、85でした。1人ダメだった方も75、8割未満だったら返金します、返金しましたら頑張ると言ってくれたので、一旦返しました、また入ってきます。そういうこと、浪人生になるってこと。そうですね、他の科目がちょっとダメで、国立がちょっと目指せなくというなるほどだったということで、難しかったんで、英語リーディングですね。この方たちは模試とかでももう9割以上常に取ってる感じだったので、8割台、ちょっと残念がってはいらっしゃったんですけど、でもね、難しかったという状況を踏まえたら、返金しなきゃいけないのかと思ってました。募集人数最初10名と言ったんですけど、決まりました。決まりました。スポンスの速さとか、言ったことを素直に聞いてくださるっていうのを体験指導の中で確認できた人たちだったので、まあ頑張ってくれるかなと思ったんですけど、うちその、継続しなかった方も英語を使わないで受験する人が一人出てきたのと、一人がちょっとその親御さんの病気等でちょっとその継続しておけることは難しい。なるほど。75の方は頑張っておられたので、もう少しこちらがフォローしてあげればよかったのかなっていう反省点は残しつつ、でもよく頑張っていただいたなと思いました。そうですね、松原さんも本当ね、いろいろとフォローしていただいて、そうですね、本当にありがたい限りでございましたが、さあ、そんな、新年度をどうするのかっていう、そうですね、一体どうやっていくんですかい？やっぱりこの返金プログラムでは返金したくないので、返金したくないのでやっぱり長期的にサポートしていくことで、我々にとっても生徒さんにとってもプラスになるかなということで、共通テストで9割未満だったら全額返金というのを10名限定で、これもまた英語リーディングのみ、英語リーディングのみですね。すごいですね、英語リーディングのみっていうのはね、英語を武器に受験突破していただきたいと思うところからすると、やっぱ9割以上っていうのは、目指す価値がお互いにあるかなと思いまして、そのもう一つ考えてる案というのは一体、早計 G マーチ、志望者の方にもこの返金プログラム、受かったか受からなかったか、なるほど、英語だけなので、受かった方はもう受かりました、おめでとうございます、それで終わりですけど、その合格最低点を英語を超えてたけど、他でダメだったら、合格になっちゃうじゃないですか。だからもし不合格だった場合は点数解除をお願いしたいなと、でそこで申し訳ないんですけど、英語の点数がちゃんとその基準点を超えていれば、すいません返金できませんで、英語もちょっとダメだったんですねっていう時は、なるほど、じゃあ英語が合格点を突破しなかった人に返金するってことですね。そうですね、合格していたら、そもそも得点のね開示できないとこ多いですから、そうですね、なんでそれはもうおめでとうございます。おめでとうございます。で、合格できなかった時に合格最低点を超えてなかったら、ってことですね、それは返金ということ。ああ、なるほど、わかりました。じゃあちょっとね、改めてその条件をお願いします。もうシンプルに3つですね。1つは受験までしっかり指導を継続していただくこと、2つ目はテストを受けていただく、ベーシスの進捗テストっていうのがあるんですけど、これをしっかり受けていただく、合計2回あるんですけど、進捗テスト一応9割以上取れたら合格なんですけど、それをクリアしていただく必要があると、素直に聞いていただいたらクリアできるテスト内容になってます。別に気をてらった問題じゃなくて、3つ目は素直に聞いてもらえることですね、アドバイス。ここ大事ですね。詳しい情報また概要欄の方に。でじゃあ本当に松原さんと喋るってことですね。あ、
そうですね、僕は必ずあの話をしますので、松原さんと話したいだけの人が言ってくるかもしれない、はい、あ、それも全然いいですよ。あ、はい、そうなんですね、はい、あの大歓迎です。あの結構僕普通にあもしもしって出るんで、あの小物ですかって言われますけど、はい、もしもしじゃダメですけど、ね、出るときは、そうですね、はい、はい、お電話ありがとうございます、ベーシスの松原ですっていうそういう感じですね。なるほどですね、はいはい、前に選ばれた6人の人も実際話して、あ、もちろん全員、ね、週に3、4回は LINE でやり取りして、過去問とかで点数下がっちゃって最低的の方いらっしゃったんですけど、はいはいはい、まあ、しっかり得意のメンタルフォローアップで、なるほど、もうそれはそれは、はい、たくさんのフォローとかしてるんですよ、松原さん、はい、その中で、はい、トイックはきついってきついで普段一緒にいてもよく電話出て対応してますからね、はい、僕はできるだけちょっとね生徒さんと寄り添う方に時間とリソース使いたいっていう、そうですね、まあ、強すぎるのかもしれないですけど、はい、生徒さんと対応するときも保護者の方と対応するときもしょっちゅうありますから、はい、まあ、保護者さんにはね、お子さんのやりたいのやらせたらええんすよって、お母さん出過ぎですって大体プチッと聞きます。そうなんです新プロジェクトに関しては、はい、まあ、そうですね、今度、はい、いやがっつり撮影してドーンと出したいかなっていう、多分これいろいろ日本初だと思いますね。我々ね、ピーピーピーですよ。ピーですね、もうプロジェクトのなんていうか規模がでかすぎて、海外 YouTuber みたいな規模なんでね。そうですね、はい、僕があの政治家を目指すって言ったのをちょっとね、はい、そのことと思った人たちもそのプロジェクトしたら、あれ本当にあるかもってちょっと感じられるかもしれないですね、はい、日本と世界をいい方向に変える、そう、ね、インパクトがあるんですね、はい、規模がでかすぎちゃって自分自身ももうっていう感じですね。キャリーバッグを忘れて帰るっていう、そう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 、っていう、前にも規模がでかすぎて、本当スーツケースまさか忘れてしまったっていうね、はいはい、そんなこともありましたね、はいはい、まあ、そちらもぜひとも、はい、ぜひまたお楽しみください、まあ、やはりね、松原さんはね、はい、恵まれない人たちを救うためにいろいろと動いているということが、はい、はい、まあ、全体を良くしていかないとですね、社会って良くならないと思うので、裾野を広げていくっていうのが大事だと思います、うん、そうです、そういうことが自然に起きていくような、うん、心優しい日本人の大和魂みたいなものを復活させていきたいなと思いますし、はい、そのためにはまず自分はそうなっていかないといけないなと、萌田さんと一緒にやっていきたいなと思います、はいはい、ぜひそちらお期待ください、お願いします、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。